内勤に移動。変な時期で申し訳ないですけど。でも自分は入社以来ずっと現場で。ですよね。まあその辺はフレキシブルに対応していただく感じで。はあ。いや、早期退職者リストに入ってないだけマシっすよ。必要とされている部署があるんすから。建前だろ。正直現場に入っているミドルシニアの方々なんかはブーブー文句言ってるけど、いい条件で募集かけてるんだから割り切ってドライに考えた方が得だと思うんすけどね。割り食うの僕なんすよね。俺たちの経験や技術、こだわりや誇り、そんなものもはや効率が悪く必要ないもの。じゃあ、こんな時もあれば、こんな時もある。問題はどう回り続けるか、どこで回るかは重要じゃない。それがラートであり人生なんだよ。